ノイラーは、ドイツビュルテンベルク州シュトゥットガルト行政管区のオストアルプ群に属す町村である。ノイラーは、エルバンゲンの南西7キロメートルのコッハー川とヤクスト川に挟まれたなだらかな山の上に位置している。自然環境上アルプ東部フォアラントとシュベービッシュフレンキッシェ森林産地の一部を含む。両者は共にシュベービッシュスコイライアスラントに含まれる。 この町は、北は、ローゼンベルク、北東は、エルバンゲン、東は、ライナウ、南はヒュットリンゲン、南西は、アップツグミュンと、西は、アーデルマンスフェルデンと境を接している。自治体としてのノイラーは、ノイラー地区のタブルクシュタル、ゲルン、オーバーブラントホーフ、シュリーアホーフ、シュリーアミューレ、シェフフェルヘーフェ、シェーネンベルクといった集落や多くの小集落。 カオク群を含んでいる。州統計局の2015年現在のデータによる。ノイラーは1113年に初めて記録されている。古いゴシック教会の基礎壁上に、1746年にバロック様式の教区教会が建設された。この村ははじめ、エルバンゲン修道三次会所工領であった。1803年に帝国代表者会議主要決議に基づく、 世俗化により、ビュルテンベルク王国領となり、ノイラーはそのオーバーアムとエルバンゲンに属す村となった。1938年の地域再編で、ノイラーはアーレン軍に編入され、さらに1973年の軍再編で新たに創設されたオストアルプ軍に統合された。1977年1月1日に、隣町のライナウに属していた人口、 約200人の地域を併合した。ノイラーのカトリック聖ベネディクト教会ドイツ各地で宗教改革がなされた時代にもノイラーはカトリックの信仰に止まった。現在も住民の多くはローマイコールカトリックの聖ベネディクト教会に属している。少数の福音主義信者はエルバンゲン教会に属している。この町はエルバンゲン市の行政共同体に加盟している。 マンフレート・フィッシャーは1985年に町長に初当選し、1993年、2001年、2009年と再選を重ねている。2017年11月にザビーネ・ハイドリヒが町長に選出された。ノイラーの最も有名なスポーツクラブは、ノイラー体操クラブである。ノイラーは、ク肉祭のパレードで知られている。毎年社肉祭の日曜日に、 多くの人々が様々なテーマの屋台や徒歩グループを形成して通りを練り歩く。実行協会であるノイレルマーナレン九9 0 6によれば約2万5千人がこれに参加する。ノイラーには基礎家庭学校ブリュールシューレがある。これより上級の学校はエルバン園にある。またこの町にはローマイコールカトリック教会が運営する幼稚園が2園ある。 ありがとうございます。